パラと、ラジパラエビパラ、かなりごちゃ混ぜに、2人して踊ってますので、どっちか好きな方を覚えてください。できれば僕はエビパララジパラを覚えてほしいなと思います。まあそうですね、多少難しいところもあるし、今回ちょっと、練習不足のせいもあって、間違ってたりしますけれども、わからないところがあったら、いつでも、聞いてください。それでは松見くんの方から感想をお願いします。乾杯乾杯乾杯やっぱりこう何事も急ぐと、あの、せいたことを潜んじるっていうやつで、急ぐといけません。捕まります。昨日ちょっと光りました。光りました、高速で。ちょっとブル入ってます、マスミ君。ちょっと3ヶ月後7万ぐらい来るんじゃないかっていう。怖いなっていうような話もありますけども。僕の方はですね、一応、まあ、オリジナルをとにかく今回、入れたかったっていうのがあって、とっても気合い入れて作りましたんで、これ見た方、気に入った方はぜひ、これを踊ってください。まだ、多分東京の方でも売りは出てないんじゃないかな。3曲ぐらいは新曲はついてるみたいですけどね、マハラジャンなんで、こっちの方がかっこいいかな。他なんか、そうですね、なかなかこうビデオがいろいろとダビングするの、忙しいんですけれども、欲しい人は、声をかけてください。お問い合わせですね、こちらまで。また僕は入れる、また僕は入れるの。そうそう、あのカメラマンは DJ のヨッシーですけれども、また彼が編集でここに入れなきゃいけません。もうちょっと指下がいいな。下がいい、これもうちょっと下ここら辺、そうそう、そんな感じ、うん、ここら辺に入るらしいです。ちなみにですね、今回パラノスケパラ太郎くんはですね、ちょっと地方巡業に行ってまして、いろいろと踊んなきゃいけないという話で忙しいらしいですので、お休みです。自作はパラ太郎くんが別府にいるらしいんですけどね。パラ太郎くん別府でなんか働くらしいんですけど、ギャラクシアンで、うん、なんか大分のギャラクシアンっていうんですよ。なんかもしかしたらこう踊ってるか回してるかしてるっていう話もあるんで、なんか興味のある人はこちらまで。それ何入れるわけ。いや、わからん。まあ、とりあえずそんな感じですね。それではまた。お疲れ様です。